森豊田というね、セットアッパークローザーというこれにいかにつなげられるかというのが一つの彼、相手の勝ちパターンだと思うんで、まあ、それをさせないようにする。原監督も恐れる西武リリーフ陣にはあの男がいる。豊田というね、相手の勝ちパターン、西武ライオンズ豊田清、今シーズンの最優秀救援投手にして日本一への命運を握る男の知られざる秘密に迫る。正直、取れると思ってなかったんで、はい、嬉しいです。ストッパー2年目にして打ち立てた金字塔、驚異の防御率 0.78、 シーズンセーブポイント44はあの大魔神佐々木に次ぐ歴代2位の大記録である。最大の武器は150キロの速球。入団当初は130キロ台の技巧派だったピッチャーが、一体なぜ20キロ近くもスピードをアップさせたのか。プロ10年目の男はいかにして日本一のストッパーへと進化を遂げたのか。その謎を解く鍵は2つの試合に隠されていた。この試合、豊田に選手生命の危機が襲いかかる。突如右腕全体に痛みが走り、途中降板。有利軟骨離脱と診断され手術を余儀なくされた。1年にもわたるリハビリの日々。必ず元通り以上にはなるという強い信念も持ってリハビリを続けたものですから。元通り以上になる、その強い信念の裏にはこんな事実があった。肘がちょっと痛かったもんですから、思い切って投げれないのが現実だったので。技巧派と呼ばれコントロールで勝負していたの、実は肘の痛みから速球が思うように投げられなかったため。しかし手術後のリハビリから続けた筋トレがいつしか豊田本来のスピードを開花させていた。今シーズン速球を武器に奪った三振は66、打たれたホームランわずか1。そしてこのホームランを打たれた試合にこそ豊田進化のもう一つの理由があった。近鉄との激しい首位攻防戦を繰り広げていた7月6日、マウンド上で豊田はいつもの儀式を行っていた。マウンドに上がっている豊田っていう抑えのピッチャーに対して、自分の中の豊田コーチが一言こう本人にアドバイスをするような。もう一人の冷静な自分、内なる豊田に問いかけていた。これまで味わってきた屈辱を晴らすための儀式。9回表、バッターはパ・リーグの主砲中村。儀式はほんの少し短かった。中村が放ったアーチは逆転ツーラン。今シーズン唯一浴びたホームランにして唯一の黒星。集中してるつもりだったんですけど、やっぱりその甘えがあったんじゃないかと。だがこの日のホームランこそが後に豊田を最強の守護神へと導くものとなる。翌日、バッターは再び中村。ゆっくりと内なる豊田に問いかけた。もう負けるわけにはいかない。この瞬間に不敗伝説が始まった。西武の超守護神豊田清、マウンドに男の姿がある時、勝利は西武の主張にある。
巨人には川原投手がいて、そして西武には超強力なストッパー豊田投手がいるというね。手術して球が速くなるんですから、これすごい。すごいですね。豊田っていうピッチャーを一言で表すのは何ですか。まあ抑えをやってる豊田投手は、はい、僕はこれかなって思ってます。ん、ゲロ。これゲロっていうのはこれは戻すゲロってことですか。なんでこれなんですか。ちょっと言葉悪いんですけども、はい、まあ、あの先発で本当に安定感のあった豊田投手が、うん、昨年4月から抑えに回ったわけですね、うん、はい、で実はこの4月ずっと毎日毎日こう練習が終わって軽く食事をとる、はい、それをね戻していたそうです。へー。だからそれだけ責任感と緊張感を感じながら毎日毎日過ごしていた、うん、で VTR にもありましたけれども、はい、荒れた時がありましたよね、はい、であれは去年3連続サヨナラ負けというね、うん、でそういったものの彼の1年間の経験というのはものすごい大きな財産になっていると思うんですよ。ピッチャーのどん底を見てきたところですね、はいはい、だから絶対的な強さというのもあります。だから原監督も言ってる通り、うん、もう豊田に回したらダメなんだと、うん、豊田に回さない戦いをこの日本シリーズどうやってやるのかがポイントだっていうのは監督も言われてましたんで、豊田は前の投手を攻略できるかどうか、はい、ですからある意味もう完全無欠のストッパーというところに行ってるんでね、豊田が出てきたらもう西武が優勝ということですね。そうです。